い、どうもちゃー、スレヨッシグです。本日の動画はクロスボーンガンダム X1 回ですね。こいつはまあ今の環境、あんまり騒がれてないけど、ぶっちゃけやってること2号の中だと最上位レベルでやばいなーって思ってるキャラなんですけど、こいつのさ、コンボといえば、まあ従来のこの特化合成からアシスト挟んでとかあるじゃないですか。なんすけど、まあ今も早速ちょっとやってるんですけど、このね、マントを世界にしたコンボがね、結構面白くて、まあ、従来のさ、まあ、こいつって、特化合成中に X3 のさ、アシスト入れると一回着地できてブースト回復できるじゃないですか。あれをね、アシスト使わずにマントキャンセルでね、着地して、Nサブで追撃することによって、オバヒでブースト回復できるってね、結構面白いコンボがあるんですよ。これをね、今回結構多めに入れてきた動画です。お楽しみください。このコンボね、結構オバヒの場面で本当に役に立つんで、本当覚えとくと、あ、ここレオシグの動画見といてよかった、落としきれたっていう場面が、いつか来るかもしれない。さあ、といったので、さあ、ここはに、縦2回からのアシスト、そして、前角とかせ、追撃からの世界マントコンボですね、これが。さあ、そして Nサブで追撃して、ここが肝なんですけど、これね、後ろ発生で引っ張ります。はい。で、そっからもう一回特化合成やると、これ入るんですよね。これね、なんかね、普通のサブ発生から特化く、なんか一回さ、紐で引っ張って、なんか自分の後ろにポイってやってからさ、特化合成するやつ。あれだとね、なんか段値が余んなくて入らないんですよね、特化合成が。なんで、このコンボをやるときは、まあ、縦投げ指導だったらね、今みたいな感じで、下発生、後ろか合成かな。で、引き寄せてあげると、ちゃんとコンボ繋がります。このコンボね、めちゃめちゃ便利なのが、ほんと、オバヒで入った時にコンボが、ステップ1回分もブースト残ってない時ってさ、X3 入れらんないじゃん。だいたいこいつのコンボって1回 X3 入れてブースト回復してってやるんですけど、それができないから、そういう時にね、このマントコンボめちゃめちゃ役に立つんで、特にこいつ、まあ、結構オバヒで格闘入れる場面、まあ特に何かからの追撃で無理やり格闘入れてっていう場面が多いんで、このコンボはね、めちゃめちゃ役立つし、結構火力も伸びる。で、何よりなんかすごいオシャレ。はい、といった感じの1試合目でした。じゃあ2試合目の方ね、とんでもない対面との試合見ていきましょう。はい、ということで2試合目が対戦相手が赤っかいとスタビルということで、キョトちゃんと店内マッチですね。そう、これね、店内マッチめっちゃ嬉しかったのが、こいつさ、やっぱ高速コンめっちゃうざいじゃん。でね、俺高速コン好きなんですけど、昔から。まあコレンとかもそうなんだけど、まあいろんな機体で。高速コンで好きな理由がね、この店内でね、対戦相手の反応見るのめっちゃ好きなんですよ。いや、これね、性格悪いなって思うじゃん。分かってくれるやつ絶対視聴者でいるはずなんだよね。でね、やっぱキョトちゃんね、いい声出してくれたよ。はい、といったんで、じゃあ試合の方見ていきましょう。さあ、ここはオバヒでスパーマでなんかもういろいろご利用されて、まあ体力レースはトントンみたいな感じですかね。さあ、覚醒飛んできて、ここは無理やりご利用してとりあえず迎撃していきながら、まあ赤っかいがユラの方を飛ぶことだけ避けたいんで、ここちょっとね止めたかったんですけど、謎の落ち方しましたね。さあ、相方が襲われてるんで、ここはもう即座に助けに行きましょう。さあ、とりあえず赤っかい引っ叩いてからの、とりあえず Nサブで、まあこれは拘束せずにね、すぐに落として、体力満タンのキョトちゃんにやっていきたいと思います。さあ、といった感じで降りてきた赤く回にさあ、縦投げ入れて、オーバーヒートでコンボ入れてからでも、で、なおかつ弾が来ててもこうやってね、マントキャンセルでね、こういう結構器用なことができて、もうこん時のね、彼の声すごい良かったよ。みたいななんか死にかけのご飯みたいなね、声出してすごい良かったですね。さあ、必要に高速化しまくって、絶対最後アシストで締めなくて良かっただろうけど、まあ本人の反応みんな好きなんでいいでしょう。さあ、やり返すぞと言わんばかりに、ここは追われてるんで、まあ逃げていきましょう。さあ、ここは大人な対応しようかと思ったんですけど、スパーマ体験しようと思ったら、なんかいろいろ気まずくなっている。さあ、相方がね、縁の下の力もついてなんですけど、なんかスタビルを勝手に落としてくれてますね。さあ、ここチャンスって思ったら、あいつスーパーマで普通にどっか行きやがって、あーあーあーって感じですけど、状況的にはよくわかんないけど、多分有利なんですかね。なんかこういう人と対面してるとね、自分が今不利なのか有利なのか、いまいちわからん時あるんですよね、これ。結構わかってくれるって言われたんだよな。さあ、と思ったら、ユラがなんだかんだ全部仕事して試合終了っすね。はい、出たんじゃ2試合目でした。この試合赤っかいと戯れてただけでしたよ、終わったな。じゃあ3試合目見ていきましょう。いやー、いい声だったよ。やっぱね、対面の反応を見れるってのはね、店内マッチの醍醐味ですよね、本当に。まあ、さっきの高速は置いといて、まあ、例えばさ、自分がめっちゃ上手いプレイした時に相手がびっくりした声上げた時とか、すげえ、あー気持ちええなーってなるじゃん。そう、あれのね、なんかレベル99みたいなのがさっきの試合でした。はい、じゃあ3試合目見ていきましょう。対戦相手がゴッドと X1 の編成ですね。さあ、X1 ミラーということで、まあ、どういう感じでやるのかね。なんか俺、そもそもこの辺初めて X1 星つけたから、なんかもうなんとも言えないパンピーって感じなんですけど、
ど、まあお互い縦投げでこういろいろ警戒しながらやっていくのかな。すげえ適当だけど、まあ、とりあえずお互い縦投げはマジで警戒してますね。このキャラやっぱ縦投げアシストのセットプレー強すぎるんで、まあ、そこにさらに前サブとか加えるともうとんでもないことになるって感じですから。さあここはとりあえず X さんちょっと遠い距離離れたんで、ここは一回ゴッドの方ダブルロックしていって、てかそうこれ前サブ強いね。これいつからこんな強くなったのか分かんないんだけど、すげえ意味わからん当たり方することが多い。さあここはちょっと無理しすぎたか。さあ相手に飛び矢切りされてしまって、そう X さんこれが強いんだよな。さあ相手はしっかりね射撃合成せずに特化合成で即座にコンボダメージを狙っていく。俺なら多分ね10回タップ押ししましたね今。さあそのまま高速からのしっかり火力も取られていく。さあやり込みの差を見せつけられて非常に歯がゆいとこなんで、ここから頑張っていきたいとこではあります。さあ3000同士のお見合いは割とお互いトントンっていう感じで、まだまだ状況は互角ですね。さあここからどっちが先を釣るかっていう感じなんですけど、イラさんがね毎回俺のこと信用してくれないんで僕が前に行きます。はい、まあ僕の普段の行いなんですけど。さあここは X さんに1回縦投げ仕掛けていくんですけど、これは当たらずだが、1回ここで X さんね遠ざけることができたんで、ここゴッド殴りに行ってってやろうとしたら、これ絶対釣んだろと思ったらイラの介護があったけんだ本当に。さあそのまま X さんの方に詰めていって、覚醒はもう溜まってる状況、これ早めに入ってできれば相方に渡したいところではありますね。さあ1回ここはいろいろお互い弾よけに専念しながら、ここね、あこれね、そう C 角早めに割っとけばよかったなーってのはマジで思う。これは反省ですね。さあここ飛び切り相手も合わせてきたのが覚醒がったいんで見えたんで、こちら横サブで対応していって、これは覚醒技の方が良かったかな今。まあなんかどっか男性入ってたらちゃんと落ちた感じしたけど、ダウンチ計算がわからない。さあゴッドに追われて、これはさすがに取れるかなと思ったんですけど、縦投げってか縦の防ぎがマジで強かった。そこからのメインが当たったって感じで、さあこれねマントコンしたかったんですけど、ちょっとダメでしたねさすがに、いろいろ無理しちゃった感ある。さあ X さんに置き攻め取られて、これはね前サブマジで一択なんで、今の X さんの置き攻めって結構まあだからああいう場面はあんま浮かないようにして、完成ジャンプ取られないようにって感じでやってましたね。テイク移動の方が当たらん場面ってのあったりする。まあ横捨てとかで軸ずらしながらってのあるけど。さあラストは相方が BD 格闘で決めてくれて試合終了っすね。はい、といった感じの3試合目でした。てかね X さんね結構キャラ強いから一瞬で撮影終わるかなと思ったら、バリバリホッサンまで乗っちゃいましたね。普通に難しかった。X さんあとね使ってて楽しいなって思ったのがね、コンボ選択の幅がめちゃめちゃ広いよね。まあ今回の動画はそのマントキャンセルのね紹介したかったってのもあって、結構あのコンボ多めにやってるんですけど、まあ例えばね普通に従来の黒ボンのあの X3 の方のアシスト挟んでから、まあそこからもう一回コンボするもよしだし、 N サブで拘束してもいいし、まあなんか前角1とからね前サブとかで締めてもいいしって感じで、こんだけコンボが広いキャラ、なんか選択肢広いキャラってのも珍しい気がしますね。はい、本日ラスト見ていきましょう。さあここは縦投げが当たったんで、そっからこれは見られてたんで、特化が派生のなんか突き刺しの部分からムチキャンセルがあるんで、まあそれうまく使ってダウン取ったんですけど、縦は間に合わなかったですね。さあベルティグを動かしていきながら、ここはストフリに落ちのがさすがに早そうかな。ベルティグも C 採用してるんで、さあとりあえずまあ若干ベルティゴ見てあげながら、どっかで縦投げが当たったらまたあのコンボやりて、さあチャンスと思ったんですけど、相手が C 覚醒だったんで、これは無理せず無理しましたね。はい、小泉公文。さあそのまま覚醒は溜まりそうな状況、これはオーバーヒート取っていきたいか。さあそれっぽいコンボを決めていきな。このキャラねちょっとコンボひねるだけでそれっぽく見えるのすごく好きです。さあ縦投げからアシスト挟んでいって、これはマントコンボ、ブーストも少ないんで一回マントコンボ決めていきましょう。さあそのまま拘束してあげつつ、これね今のはこれ良くないんだよね。まあ今ちょっとコンボミスってやっちゃったんだけど、今のこの普通の引き寄せじゃなくて自分の後ろにポイって飛ばすやつ、あれがねなんか普通のやつよりダウン値が高いらしくて、あれやっちゃうとその後の特化合成が今みたいな感じでなんかいろいろグダっちゃうんで注意しましょう。はい、ってたんで今回 X さんの動画でした。いかがだったでしょうか。このキャラやっぱやってる気がする。特に縦投げ全人行きましょう。はい、ご視聴ありがとうございました。いかがでしたでしょうか。 X1 このキャラな、やっぱ縦投げからアシストつながった時のさ、いやーこれ何のコンボで追撃してやろっかなみたいな、あの感じがな面白いんだよな。なんかコレンのさ下角とかもそうだけどさ、あの手の高速技が当たった時にそのまま、うわこれどれで追撃しよっかなみたいなのがたまらんすよね。前作の100式のアシストとかも似たような感じだったかな。はい、って感じでご視聴ありがとうございました。 X1 でした。次回の動画も楽しみに。バイバイ。